は AI 平野レミロイドお披露目ということで、いかがですか、楽しみにされてましたか。何平野レミロイドは楽しみにされてました。楽しみ、すごい楽しみよ。まず送らなくてどんな人が出てくるから、どうしよう、これでしょ、これでしょ。そうです、どんな姿で出てくるのか、ぜひ楽しみにしていただきたいです。ではですね、早速なんですが、レミさん、AI 平野レミロイドのお披露目に移りたいと思います。でもね、アンドロイドってすごいですよね。これからさ、犯罪だってさ、楽しいことだって、何だってアンドロイドがあれば何でもできちゃうんですよね。そう、時代になりましたよ ね、楽しいこと何でもできますね。できますね、そうそうそう、楽しいこと何でもできます。あ、この人、この人私なんですよ。怖いね、すごい時代ですよね。しかしね、本当にドキドキワクワクといった形なんですけれども、それではレミさん、アンベールをお願いします。どうぞ。はい、出た出た、まあこうですよ、こうですよ、こうですよ。皆さん、そしてレミさん、こんにちは。こんにちは。私が AI なので、あ、そうじゃった。フラットフレッシュも彼らブランドの栄養として貢献していきたいと思いますので、よろしくお願いします。とってもそっくりな横顔なんかそっくりね。そっくりです ね、そっくりね。はい、ありがとうございます。すごい世の中ですね。しかしね、はい、そしてありがとうございました。お手伝いいただきました。ありがとうございます。サレミさん、お近くで見てみていかがですか。横顔そっくり。でもね、シワがない、こっちの人。サレミさんもツヤツヤです。やったことないですよ。そっくりです。もう全然シワがないよね、こうだったらいいね。本当、昔はこうだったんですよね。ちょっとお隣並んでいただきましょうか。こうね、こうね、はい、こうね、こう、こう。はい、そっくりです。髪の毛の様子も見せていらっしゃいますよね、しっかり。おかしいね、おかしいです、本当に本当におかしい。さっき少しお話もされてましたけど、喋ったレミロイド、レミさんいかがでしたか。あれちょっと地方が入ってましたね。ちょっとなまってたって感じですね。ちょっとなまってた、なまってました。そうそう、ちょっとだけね。でもそっくりですよ、声なんかそっくり。こちらの AI 平野レミロイドは、見た目が平野レミさんそっくりなだけでなく、チャット GPT を利用しながら平野レミさんの声でコミュニケーションを取りながら営業商談ができるんです。実際に商談シーン、デモンストレーションとして披露していただきたいと思います。それではお願いいたします。担当の川田と申します。本日はよろしくお願いします。森永乳業の北村と申します。本日はよろしくお願いします。そしてこちら、栄養アシスタントの AI 平野レミロイドになります。レミロイドさん、ご挨拶をお願いします。澤原さん、本日は貴重な時間をいただきありがとうございます。私は AI 平野レミロイドです。早速ですが、新しい商品についてご紹介いただいてもよろしいですか。レミロイドさん、クラフトバジルフレッシュモッツァレラの紹介をお願いします。ナンバーワンブランド、クラフトフレッシュモッツァレラブランド新商品となります。食べきり8個入りで、開けてそのまますぐに食べられるおつまみチーズです。モッツァレラチーズのみずみずしさとバジルのフレッシュ感を最後までお楽しみいただけます。どんなターゲットを想定されてますか。モッツァレラチーズは多くの方が外食で食べています。なので自宅でモッツァレラを食べたことがない人や、おつまみとしてモッツァレラを気軽に楽しみたい人にお試しいただきたいです。実際におすすめの食べ方はありますか。開けてそのまますぐに食べられるご褒美おつまみとしてはもちろん、サーモン、タコ、マクロなどと和えるだけでお店のような一品になります。他にアピールポイントなどありますか。モッツァレラチーズは自宅で調理するのが難しそうと感じる方が多いので、そのような皆さんに
開けてそのまますぐに食べられるこの商品をお試しいただきたいです。はい、ということでデモンストレーションご覧いただきました。ここでさ、で今何してさって答えてくれるのちゃんと今はちょっとやめときましょう。でもちゃんと言って、でもこちらの質問にしっかり答えてくれるロボットなんです。言ってみて。今何時ですか。要廃業ということでお話を伺いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、はい、そういうものなんですね。改良すればお金かければもっともっとできるかもしれません。なるほどね。本日は、AI 平野レミロイド初対面ということなんですけど、改めてご覧になっていかがですか。キビアリ、キビアリですよ。キビアリですよ。だって私がいるんですもん、ここに。でもこれ喋んないからまだって言っていいんですけども、喋りだしたら本当に私はもうこの世の中からね、もうちょっといらなくなっちゃうと思って、でオレオレさんとか簡単にねこれができるなと思ってね、悪いような悪いことにも利用できると思うけども、これからいいことにもたくさんね利用できるような感じがして、だから世界がもっともっと広く楽しく、だって一人だけの人間じゃなくて、その人間がもう一人いるんだから、なんかちょっと世の中のちょっと楽しくなりそうですね、いろんなことがね。ね、いろんなことやってほしいですね。ね、ね、何も言わないね。